長島太郎は、地方競馬の兵庫県競馬組合、その競馬場、住吉朝尾級舎に所属していた元騎手で現在は、調教師。京都府出身。父が競馬好きで、中学3年の時に JRA の競馬学校を受験したが、二次試験で体重オーバーで不合格となった。地方競馬の道に進み、その競馬場の大型マサル級者所属としてデビュー。 1991年4月29日、それまで63戦未勝利の人気薄エルテンリューで、初起場、初勝利。人気もなかったので、気楽というか、ただ後ろをずーっとついていったら、いつの間にか先頭に立っていたんですよ。勝っちゃった、という感じでしたねと語っている。同年23勝を挙げ新人賞を獲得。1992年8月9日。 第7回全日本新人王総派選出場。1995年11月8日、姫山吉花賞を西のジャパンで勝利し、重賞初制覇。デビュー6年目の1996年に初めて100勝を達成。1997年、地方競馬通算500勝達成。小牧太志、岩田光生に次ぐ兵庫リーディング3番手として活躍した時期もあった。 1999年1月2日、正月開催の最初のレースの返し馬で暴れてぶつかってきた馬と自分の馬の間に、左足が挟まり足の指を5本とも折る、大怪我を負い4ヶ月離脱。馬の暴れ骨も折れるほどの大事故で、同年は67勝に終わった。2001年12月9日、阪神競馬第9競争占領賞でバンバーイヤーに起場し、 中央競馬初起場。2002年、小形勝る調教師委員に伴い森沢健一郎、旧社に所属変更。2003年、地方競馬通算戦勝達成。2007年1月1日付で、森沢健一郎旧社から、鴨・も、林武志旧社に所属変更。2008年3月4日付で、鴨・も、林武志旧社から総和馬を栄え旧社に、所属変更。 2009年7月11日から9月13日まで北海道競馬で期間限定騎場を行った。期間中の所属は米川昇厩舎。2010年9月29日住吉朝尾厩舎に所属変更。2012年のインタビューで思い出に残っている馬としてアラブ時代の馬ノースタイガーを挙げている。今もたくさんいい馬に乗せてもらっていますが。 あの馬の背中の感触を超える馬はまだいません。と語っている。2018年7月10日から9月13日まで、北海道競馬で期間限定起乗を行った。期間中の所属は日野木、森国を9社。同年8月8日、門別競馬第10競争 JA 競祭3、9カップをゴッドパイレーツで優勝し、地方競馬通算2000勝達成。 2019年7月11日、令和元年度第一回調教師免許試験に合格したことが、地方競馬全国協会から発表された。2020年2月1日付で、西脇馬事公園にて旧社を開業した。娘が三人おり、次女である長島学美は、父の姿を見て、小学五年生で乗馬を始め本格的に騎士を目指し、2015年に、ジョッキーベイビーズ、 関西地区予選に出場。2018年に JRA 競馬学校騎手家庭に37期生として入学し、女性としては15人目の競馬学校生となった。2021年2月に騎手免許試験に合格し、同年3月にデビューする予定。ありがとうございます。